どうもだるいもんです。今日はちょっとお昼からそばを食べたいと思います。そしてちょっとわさびがないのですが、ちょっと庭に探しに行こうと思います。とりあえず外来たついでにそばに使えそうな大葉の葉っぱも探していこうと思います。かなり使いすぎて虫食いのが多いんですけど、虫が食ってなさそうなのを探して使いたいと思います。まあ虫食ってても多分大丈夫だと思うんですけどね。こちらにね、山わさびが植わっているのですが、ちょっとこっちも虫がすごい食ってるな。もうちょっと良さそうなのを繰り返して持っていこうと思います。山わさび、ホースラディッシュってんでしたっけ。一応取れました。まあ、こんだけあれば十分でしょう。泥を落としていい感じです。まあ、ちょっと小さいけどいい感じでしょう。とりあえず大葉とホースラディッシュ、山わさび、そして本当はミョウガも欲しかったのですが、ミョウガは取り切っちゃって出てませんでした。ということでこちらでそばを食べていきたいと思います。まあ、とりあえず下準備だけしていこう。ちょっとこっち側ね、葉っぱの方はこの茎のところを残して、これをまた土に植えていきたいと思います。そうすると多分ここからまたね、次のが出てくるので、まあ、使うのはこれだけで、ね、十分なんでね。もうこの時点で花が、こちらの鍋見た目は悪いですが、なんかとても役に立つ使い勝手のいい鍋です。では点火。鍋が小さいか。いただきます。ホースラディッシュと大葉でいただきます。ホースラディッシュはそんな効いてないけど、やっぱ大葉の爽やかな味がうまいね。ホースラディッシュがいまいちだな。もっと強くいっぱい入れてもよかったかもしれない。とまあこんな感じで今日も大葉を使ってお昼を食べたよって感じのあれですが、まあ今日の Vlog この後続くのかな、ちょっとそこが問題ですが、まあとりあえずお昼は美味しくいただいております。